2011年の国勢調査でウェールズ語を話すことができると答えた回答者の割合。アブローガムラーイグは人口の大多数、または大部分がウェールズ語を使用しているウェールズにおける言語的地域を指すためにしばしば使われる名称である。ウェールズ語でウェールズ語地域の意味。 ウェールズ語の中心地であり、スコットランドのケアルタハクとアイルランドのゲールタハトに相当する。しかしながら、アイルランドのゲールタハトとは異なり、アブローガムラーイグは政府によって公式には認められていない。ウェールズの残りの地域にとってのアブローガムラーイグというパワーハウスの重要性は1964年1月に、 バンガー大学のオーワインオーワインが彼の雑誌、タボドアズライフ上で数ヶ月かけて定式化したもので、雑誌ではこの地域の概要を示す地図が掲載された。1964年11月12日付の記事で、オーワインは、イニリュン、ワイフロージムレグ、AC フェイニルルカムリー、AC オニニルル、ワイフロージムレグ、ニドカムリーエイニルルと書いた。 アブローガムラーイグを保護することの重要性を強調することはカムデーサスあるイアイスガムラーイグの方針の重要な要素となり後にカミネドといった他の言語運動の活動にも反映されることになった1世代か2世代前まではアングルシーからペンブルックシャーやカーマーゼンシャーの一部までウェールズ西部のほぼ全てがブローに含まれていたと言えるが ポーイス西部と旧クルーイドカウンティのかなりの部分も含まれていた。しかし、今日では、使用言語としてのウェールズ語の領域は縮小している。ウェールズの4つのカウンティの大部分はアブローガムラーイング、内にあり、周辺のカウンティの他のコミュニティも含まれている。ウェールズ語を話す住民の大半を占める四つの主要な カウンティは、グイネッツ、カーマーゼンシャー、ケレィジョン、アングルシーであるが、これらのカウンティでも、すべての町や村が、ウェールズ語の拠点であるとは言い切れない。ウェールズ語を話す人の割合が高い、周辺地域としては、ニースポートタルボット、ポイス西部の一部、ペンブルックシャー北部、コンビのコーチ、デンビーシャー、フリントシャー、 スウォンジーの一部などが挙げられる。ウェールズ語による教育が、ウェールズ語の復興の最大の貢献者であることが広く、認められている。アブローガムライグにおける教育は、一般的に、ウェールズ語を教授言語として行われ、これは平均して、学校の時間割におよそ7割を占める。 アブローガムライグでは、ウェールズ語話者が多数ではない地域においても、道路標識はまず、ウェールズ語の名称で表示される。官庁出版物は一般に2カ国語であり、大抵はウェールズ語が初めに書かれる。ありがとうございます。